ありがとうございます。次の曲はですね、同じくウィーンにゆかりのあるベートーベン作曲のピアノソナタ第3番の第4楽章ですね。この曲は1795年にベートーベンが25歳の時に作られた比較的若い頃の傑作と言われているんですが、この曲はですね、オーストリア出身の作曲家、またのベートーベンの元師匠でもあったんですけど、ハイドンに検定されているピアノソナタのうちの一つです。お楽しみください。
Thank you.